はい、じゃあ続きをやっていこうか。ストーリーミッション、世界の果てに。世界の果てっすか。行ってきますか。しばらく町に戻れなくなりますが、よろしいですか。ああ、はい。ってことは、なんか別などこかに行くのかな。なんか、ふげてるよ。大丈夫？おーおーおお、どうした？ん？お？え？あらあらあら。え？おお！暗黒の海から滅びは近づいている。すべてを飲み込む虚無だ。教えて、あなたは誰？私は。デジラ・ヌートロ。バックドア開けてやる。真の自己を取り戻し、虚無に打ち勝つ光となれ。セディア・カナ。虚無に打ち勝つ光。打ち勝つでいいのかな。え、なんで抱きついたん。世界の果てに行ってきゅう。違うか。おお、上層。はいはいはい。すごいムービー。お、なんか懐かしい。クロウ、クロウ、どうしてここに。ボス様、私の中のお前が私を呼んだ。ん？え、私の中のお前が、ね、クロウの中に来ていんの。あの城、どういうこと。覚えているか、お前によく似た黒髪の女に導かれた世界のこと。やっぱりあの世界にクロウもいたんだね。ああ、あのなんか最終形態を教えてもらった時のやつね。あれが真実だったのか、夢の中の出来事だったのか、それは分からない。ただあの時からなぜだかお前の心が分かるような気がするんだ。エイリアスがね、そうそう、エイリアスが私の前にも現れて、そして教えてくれたの。エイリアス生きてたのかな。暗黒の海が全てを飲み込む前に、世界の柱を登れって。世界の柱の一番上に町を救う方法があるって。危険な旅になると知って、お前は一人で世界の柱を登ることにした。だからこそ私も共に行く。お前たちは二人でこそ、あ、お前たちはじゃない私たちは二人でこそ強い。クロウって変なの。初めて会った時はさ、あんなに私を嫌ってたのにね。昔のことは覚えていない。そうだね、いつだって大事なのは未来だもんね。おや、ああ、さあ始めよう、二人の旅だ。いいね、いいね。柱の上に向かえ。あーん、クロウと一緒。もう大好き、クロウ大好きなんだが。飲み込まれ、おお、力が出ない。これはどっちに行けばいいの。明るくなる力使い、はい。世界の柱の不思議な空間、ワンでもあったよね、あの下の方に行くときね。世界の柱では不思議な法則が働いており、能力が制限される場所があります。ここでは重力エナジーの消費量が非常に大きくなり、外壁に重力チェンジ立つことができません。あらららららら。世界の柱の不思議な空間、ルーナチューンのバーチカルライズ、あー、はいはい、をうまく使い、足場を伝って上を目指しましょう。 OK、 これね、
あ、これでもう飛び移るしかないんだ。え、なんで黒使えるの？黒！黒どうした？なんで？そう、柱の下をね目指したんだけど、なんで黒は使えるの？私ルーナチューン使ってやっと使えるのにさ。どういうこと？奇妙な話だ本当にね。てか黒早くない？行くの。そう、エイリアスがなんで生きてんのかだよね。ゴミ収集車にバーンね。ね、ワンではねもう憎き敵だったのに。いてて、あ、やばい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 落ちちゃった。次の足場どこだ？あれ？次の足場って、あそこね。ここか。はあ。よし。いいよ、少しずつ登ってきてるよ。クロウがもうどこにいるかわかんないけどね。クロウはどこに行ったんだ一体。ここ届くかな。あ、届いた届いた。まあ確かに世界の柱ってなんでできたんだろうね。あ、ゲイドじいちゃんとシアネアね。あの二人も謎なんだよ。見てみろ。どうした？何があった？黒、私には何も見えん。お、よしゃい。あ、光がね、見えるね。おいしょー。いいね、こういう重力使ってみたいよね。年に1回ぐらい。年に1回ぐらいでいいから使ってみたいよね。お？何こう。なんか、カメラワーク。赤い鉱石と、なんか黄色に光る鉱石と、なんか、クラゲみたいなのがあるね。何これ。え、キモ。塞がっていくの？風の音？風の音が聞こえる？普通に入れるじゃん。あ、お？あ、強い風が押し出してくれる。あー、さすがクロウ。じゃあ、あのなんか黄色っぽい部分をこれだね。これをこうすれば上に行けるってことね。だけどちょっと、もっとあるはずだよね。わあ、あち。ちょっとデタラメに上に行ってるけどさ、ちょっとどっかに穴ない？だけど上行けたよ。ああ塞がれてる。ちょっとさっき行けたのに。このまま上に行けない？あ、行けそう。足場がないけど行けそう。よいしょ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 。こう塞がってる？壊しながらって言ったってさ、あったあった。よし。
どこ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 。本当だ。ここね。これで上行けるかな。うわ、飛ばされる。飛ばされる。ちょっとめちゃくちゃ落ちるんだけど。うまくさ、よじ登っていかないとさ、足場がないからさ、壁自体に登っていかないとさ、マジで落ちるんだけど。よいしょー、よいしょー。あ、いくつかある。よいしょー。ほんとだ。あったあったあった。おいしょー。おっ、おいしょ。まだある、まだあるよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。けどこれ普通に重力使ってもさ、このグーナチューンはさ、意外にさ回復早いから、こうやっていけばなんとかなるやん、なんとかなるやん、別に飛ばなくても。埋もれてる、埋もれてる。これでいけるんじゃないの。おお、他に道はないか。あそこなんだ。おお、なんか黒い空間あるね。ジャンプ。お、あ、力戻った。いいじゃん、いいじゃん。黒いる、ちゃんと黒いるね。おお、え、あ、こっち。いや、めっちゃめっちゃ高い。すごいとこまで来たね。すごいとこまで来た。あれ、どうしてだろう。なんだかすごく調子がいい。おや。確かにな。どこまでもずっと飛んでいけそうだ。二人でいるからかな。このまま一気にてっぺん目指しちゃおう。あ、本当だ。ゲージのヘリが、ゲージのヘリがやば。やばい、逆にやばい。全然減がない。重力嵐さえなければだけど。なんでそういうこと言うの。なんでそういうさ、不安、俺を不安にさせるようなこと言うの。これもうひたすらにさ、ひたすらに上に行けばいいんじゃない。クロも寂しいんだって。クロがちょっと遠くにいるね。あ、なるほどね。クロウってさ、もう根が優しいから、もうとってもいい子。ああ、この重力嵐は無理。ああ、そこね。なんでああいう柱の中、 なんか通気口みたいなのあるの、定期的に。誰が作ったのこれ。でこれまたあれじゃない、また力があって、アンパンマン状態になるでしょこれ。見て、なんか嫌なやつあるんだけど、なんで石碑あんのここに。異端のクロムシに注意する。え、キモ。うわ、なんか出てきた卵。え、
やめて、なんか気持ち悪いんだけど。あいだ、これどっちがいいんだろう。普通に蹴った方がいいのかな。あ、蹴ると割れるね。痛い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 。いや気持ち悪い。いいこれさ、なんかあの柱みたいな、柱っていうかなんかそれを生み出してるやつ気に倒さなくてもいいのかな。クボのその技何溶けたんだけど。よし、これ壊さないとダメなんじゃないの。よし、何これ。あいで、よいしょよいしょ。ちょっと意味がない。俺どうすか、終わったんじゃない。ジョージュセリーっていうにしよう。どうせ外の嵐の音が止んだな。あ、どうした黒、大丈夫。外に出てみよう。あ、なるほど、これで外に出れると。ちょっと回復取っていい。回復欲しいっす。あそこはさ、なんか出りそうじゃない。気のせいかな。これあ、ダメなんだ。じゃあこっち行こうか、戻ろっか。なかなか簡単に上に登らせてはくれないんだね。これは何、なんか仕掛けなのかな、トラップか何かな。これだけどさ、重力使いじゃないと絶対にいけないよね。あら、あら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 、じゃあ行きましょう。上にめっちゃなんか太陽に近い展開だね。展開、そんなこと言ってたっけ。エイリアス、シドウ何、上にいるの。シド何してんの。不可能を可能にする男だ。まあシドはね、不可能を不可能にしかしないんだけどさ。な、ああ、まあシドは不思議っていうかバカっていうかうん、うん、確かにね、この柱の上には一体何があるのか。だけどキテンはあの上から落ちてきたんだ。入り口、ちょっと入り口がどっかにあるって言ったね。どこにあるんだ入り口。入り口どこ、入り口どこ。ないな入り口。なんか歯みたいなね、あれ。あたたたたたたた、こう歯じゃない歯でしょ。抜けちゃった、あれも歯っぽいな。よし、どうせまた敵倒せってなるんでしょ、あの石碑があって。なんかそれの繰り返しな気がするよね。ほら、あった石碑。なんで石碑があるんだろう。この石碑もいまいちよくわかんない。出たよ。
異端のやつ先に倒したいな。これこれこれ、こいつを倒さないと。バンバンバン、おいしょ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 、なんな気持ち悪いんだよねこいつ。超巨大なやつおるやん。おらおら、うーっとかーん、うーっとかーん、うやーっとかーん、ウェイ、よし。あとは上に、あ、うわ、あそこにもあんじゃん。なんで2つもあんの、巣みたいなやつ。ほんとやめて、気持ち悪いんだ。絶対苦手な人いるよね、ああいうなんかあの集団恐怖症というか。あいだ、パション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 、おいしょ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 、終わり、終わった終わった、ジョージュセリー、オッケー、じゃあ向かいますか。どう、あ、だけど嵐まだあるね、上の方ね、ちょっとなくなったけど。っていうことはまたなんかどっかにあるんでしょ、あれじゃない、ずっと前から苦労と旅をしていて、何があった、あれこれ違う、入り口探さなきゃ、さっきのは違うから、あれか、ゲーム、おいしょおいしょ、あ、今度はなんかあれだね、今度は闇の中だよ。ん？今ちょっと力が減った感じがしなかった？おや、あ、私もそう思った。それよりこの先はまた厄介そうだぞ。あの上からいっぱい降ってくるやつでしょ、降ってるやつ、石碑の導きにかけてみるか。うえー、時は止まる、下げどこ、おお、だけどずっとじゃないってことでしょ、あ、そういうこと、何、時間制限ありかよ。こうやって、こうどん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 上がってけ上がってけ、最悪最悪、壁、いや、ぶっちげぶっちげ、そんなことしなくてもこれでいけるはずこれでいけるはず、なんならなんならそんなことしなくても、甘いんだよ。何このつらら、なんでつららん、ここ、あ、ここから出る感じ、うおー、なるほどね、これは、なるほど、もう一回、え、行った、ああ、なるほどね、ここはチェックポイント的な感じか。だけどぶっちゃけね、こんな敵ね、ちょこいちょこい、
無視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 したまえ。シュイーン、あいた。まあ3分ぐらいあるから余裕。あ、ここね。お、おてておてて。成就セリー。あ、こっから抜け出せんのね。上まで行けるのに。よいしょー。うい。おお。雲に覆われてる。確かにね。なんか見えたぞ。もしかして頂上かな。ついに頂上。頂上なのか。じゃ雲で何も見えない。何も見えない。雪？雪。初めてだね、雪。え？誰？いや、そんな黙って、黙らないでお互いに。船だね。え？何これ？そう、不思議な街。すごいすごいすごい。動いてないのかと思ったら動いてた。我々を待っていたの確か。大丈夫、これぶつかんない？うん、寒いよ。そのこの格好寒くない？ん？ええネビーだけどなんか白かったね。うん。また来た、また来た。白いネビ。え、キモ。うん。確かに襲っては来ないんだけど。へえ、へえ。おお。これあれじゃん、ワンの時、ワンの時に戦わなかった？地下にいなかったっけ？地下っていうか、下の方にさ、ボスで。お城？これお城？お城？え、なんかすごい幻想的。あ、船。幻想的なとこだね。おお。なんでおお。黒なんかすごいバッサーバッサーなってるね、髪。黒バッサーなってるよ。あ。おお。寒そう。おお。おばあちゃま。鹿。めっちゃ笑うやん。砂の城。